FC 東京の MF 松木区長21ガイ,イングランドプレミアリーグに昇格したサウサンプトンに完全移籍することが13日決定的となった。複数の関係者によると今回の補強予算となる移籍金もクラブに支払われるという。また今期は詐称の関係でトルコ一部に昇格したギョズテペなど サウサンプトンを保有するスポーツリパブリック社がオーナーシップを務めるクラブへの期限付き移籍が濃厚だという。新たに松木獲得を狙うクラブが現れる可能性も残されているが、正式なオファーが届き今夏の移籍は確実となった。青森山田高時代から注目を集め、プロ入りから2年半で欧州への旅自宅を済ませた。今季からは首相を務め、 ここまでリーグ17試合に得点4アシストを記録するなどチームを牽引。パリ五輪出場は叶わなかったが、かねて希望していた夢の場所へとたどり着いた。サウサンプトンは昨季昇格プレイオフを勝ち抜き、今季からプレミアリーグへと帰り咲いた。過去にはリタダナリ、吉田麻也、南野匠ら日本代表選手も所属。また、日商学園の FW 高岡霊奏。 三年の加入も内定しており、選手育成にも定評がある。13日午後7時から東京、国立競技場で行われる本拠地、新潟戦が松木の青若ラストダンスになる。高校時代から多くの思い出が詰まった聖地から夢舞台に旅立つ。